諏訪湖最古場花火大会は、長野県諏訪市の諏訪湖で毎年8月15日に行われる花火大会である。略称は、諏訪湖花火大会。諏訪市では9月上旬に行われる全国新作花火競技大会とともに、諏訪に大花火大会となっている。見物に約50万人が集まる。総打ち上げ数は約4万発、プログラムによる、であり。 打ち上げ数で国内最大とされる。諏訪湖最古城花火大会は比較的浅い湖である。諏訪湖の立地を活かし故城には岸から安全距離を確保した位置にスターマイン発射台を10基大内上がらと諏訪湖花火の象徴である水上花火の仕掛けを設置する。小中の初島は1号玉を打ち上げるために作られた人工島である。プログラムは2部構成となっており、 異なる主眼で花火を楽しむことができる。第一部は競技花火で長野県内後、県外後の合計10の花火師が参加しそれぞれ10号、早打ち競技、スターマイン競技の2つを競い最も素晴らしい花火を選定する。10号早打ち競技は10号玉5発を次々に打ち上げる。スターマイン競技は規定量の花火玉を用いその美しさを競う。 出場花火師は、それぞれが、諏訪湖以外の競技花火でも活躍する日本を代表する花火師である。プログラム第2部は夜空を彩る県団で、大規模なスターマインで構成される。中でも水上大スターマイン、キスオブファイアは有名で円形花火の上半分が、古城で花開きだんだんと初島に向かって両側から、近づき初島の近辺で合体し、 初島からは十号玉連発のスターマインが上がるという大掛かりな花火である。この花火は半球状の花火が湖面に映し出され非常に美しい。大会の最後を飾る大ナイアガラ幕府は古城約2キロメートルにわたって花火が滝のように流れる。花火大会当日は諏訪湖周辺をはじめ諏訪市内の至るところで例年16時から22時まで会場周辺の 歩行者天国、細い道路の一方通行化等の交通規制が敷かれる。また、諏訪湖近辺から最寄り IC である中央自動車道諏訪インターチェンジを結ぶ道路は終日渋滞する。特に湖畔周辺の駐車場等に駐車した場合、大会終了後は3時間から4時間の交通渋滞が見込まれる。中央自動車道諏訪湖 SA は利用が制限される。 市施設、小中学校の校庭、一般企業等の駐車場等が無料もしくは、有料の臨時駐車場として開放される。JR 東日本中央本線上諏訪駅が、最寄りの駅となる。当日は、上、諏訪駅発着の普通電車が、篠ノ井線、松本中央本線小口沢、甲府間で、また、飯田線の岡谷止まり列車が上、 諏訪や富士見までの延長運転もあり、大幅に増発されるため、大会実行委員会も、鉄道の利用を呼びかけている。増発の普通電車には、通常使用されている211系のほか、中央線快速や南部線で使用されている E233 系6プラス4両の分割編成の通勤電車が、豊田車両センター及び、中原電車区から貸し出される。 以前は同じく中央線快速電車用の201系が使用されていた。東京、新宿、千葉方面からは、特急、あずさで、横浜、新横浜、町田方面からは、横浜線直通特急、浜海寺で、上、諏訪駅まで、名古屋、京都、大阪方面からは、L 特急、品野を利用し、塩尻駅で、 中央東線上り甲府方面の電車に乗り換えることになる。当日は臨時の特急や東京方面に帰りの客への夜行快速列車など臨時列車が運転されることもある。20時から上、諏訪駅西口には臨時改札口が設けられ、上、諏訪駅東口が上り線専用、上、諏訪駅西口が下り線専用の改札口となる。人手が非常に多いので、 ホームコンコースは人で溢れる。混雑による混乱、事故防止のため東西自由通路は閉鎖、またホーム上の混雑防止のため改札止めホーム入場制限も実施される。2012年の第64回大会から SBC 新越放送と BSTBS の共同制作で同大会が BSTBS にて生中継の放送を実施している。 またケーブルテレビの LCV でも中継番組を制作し、長野県内主要 CATV で同時放送されている。さらに国際向け放映として、ジャパンニュースが英語によるインターネット配信を実施している。ありがとうございます。